アリバン・ロスは19世紀のアメリカ合衆国テキサス州知事インディアン戦争の軍人南北戦争の時は南軍の将軍でありテキサス農業工業大学の学長だったロスの家族はロスが生まれた年にテキサス共和国に入植しロスの子供時代大半は辺境で過ごされたその家族は後にテキサス州ウェイコの町を設立した ロスは10代でベーラー大学とフロレンス・ウェズリアン大学で学んだ。19世紀初頭のテキサスは2万人を超えるコマンチ族インディアンの領土であり、1820年代にイギリス系の白人入植者らがこの地に入り込むと、彼らは次々に入植地を増やし、コマンチ族の領土を脅かして、彼らと全面戦争に入っていった。ロスは、 ある年の夏休みにコマンチ族の戦士と戦って重傷を負った。ロスは大学卒業後、テキサス白人の民兵隊テキサスレンジャーズに入り、1860年にはピース側の戦いで部隊を引き子供の時にコマンチ族インディアンに捕まり捕虜となっていたシンシアンパーカーを奪還した。テキサス州がアメリカ連合国に併合される、ロスは南軍に入った。 ロスは135回の戦闘や小競り合いに参加し、最も若い南軍順将の一人となった。南北戦争後、ロスはテキサス州マクレナン軍の保安官を短期間務め、それを辞めて1875年のテキサス州憲法制定会議に参加した。テキサス州上院議員となった期間を除き、次の10年間はその農園と牧場の運営に注力した。 1887年、ロスは、第19代テキサス州知事になった。2期にわたる、この任期の間に、新しいテキサス州会議事堂の竣工や、ジェイバード・ウッド・ペッカー戦争の解決に関わり、州庫余剰金を扱う、特別会期を招集したことでは、唯一のテキサス州知事となった。ロスは、人気があったが、知事3期目の出馬は拒んだ。辞職後は、 テキサス農業工業大学の学長となった。ロスはこの大学を閉鎖の危機から救い、大学の施設を大きく拡張して、多くの伝統を生むことに貢献したとされている。ロスの死後、テキサス州議会は、ロスの栄誉を称えて、サルロス州立大学を設立した。ローレンス・サリバンロスは1838年9月27日に、 アイオワジュン州ベントンズポートで、シャプリー・プリンス・ロスとキャサリン・ファルカーソン夫妻の4人目、次男として生まれた。母の父は、ミズーリ州議会議員、アイザック・ファルカーソンだった。ロスは、父方のおじ、ジャイルズ・オー・サリバンと父の祖父や、兄弟のローレンス・ロスという名前を合わせて名付けられた。曾祖,祖父のローレンス・ロスは、子供時代に、インディアンに捕らえられ、 6歳から23歳で救助されるまでインディアンと暮らした。ロスは、おじや祖祖父と区別するために、子供時代は、リトルサル、その後は、サルと呼ばれた。ロスが生まれて間もなく、両親は、アイオワの寒い気候から逃れるためにその資産を売り払って、ミズーリ州に戻った。1839年、家族は、テキサス共和国に移り、 ブラゾス川下流のロバートソンコロニーに入植した。2年後に、ダニエル・モンロー大以下7家族が加わり、現在のキャメロン近くに入って、リトル川沿いの土地640エーカーを受け取った。彼らの住んだ地域は、コマンチェ族の縄張りに近接しており、インディアンの襲撃を何回も耐えなければならなかった。1845年、 一家はオースティンに移転し、ロスやその上の兄弟も学校に通えるようになった。4年後、一家は再度転居した。この時までに、シャプリー・ロスは開拓者として良い評判を得ており、新しく形成された、ウェイコの地域社会に入植するよう説得され、 市の四区画とブラゾス川の渡し船の排他的機、運航券及び1エーカー1ドルで80エーカーの農地を購入する権利を与えられた。1849年3月、ロス家は、ウェイコの泉を見下ろす、崖の上に二重丸太の小屋である、最初の家を建てた。間もなくロスの妹ケイトは、ウェイコで生まれた、最初の白人の子供となった。ロスは、 教育を受けることに熱心であり1856年にベーラー大学の予備門に入ったが他の学生大半より数歳年上だった。ロスは2年間の家庭を1年で終えた。そこを出た後はアラバマ州フローレンスのウェズリアン大学に進んだ。ウェズリアンの教員はロスの数学の知識が欠けているとみなしその入学を拒んだ。その決定はある教授が 個人的にロスに数学を教えるということに同意した。後で撤回された。ウェズリアン大学では学生たちが寮で、集団生活を送る代わりにメーカーに寄宿していたので、日々、良いマナーと、洗練さにさらされる生活を送ることになった。ロスは、その教授の家庭で生活した。1858年夏、ロスは、テキサスに戻り、父が、 インディアン代理人を務めているブラゾスインディアン保留地に向かった。テキサスの領土に入り込んだ白人入植者を破壊的に襲撃しているコマンチ族の戦士バッファローハンプを捜索するアメリカ陸軍に保留地のインディアンたちを石膏として雇い入れる予定だった。父のシャプリー・ロスは病気が重く、 その任務を指揮することができない恐れがあったので、インディアンたちはロスをその新しい戦闘指揮者に指名した。父の承認を得た、若いロスは135名の戦士を率いて、アール・バンドーン大尉の指揮するアメリカ騎兵隊と落ち合った。ロスはこの指揮の間、儀礼状の大尉の肩書きを与えられた。 インディアンの石膏がインディアン巡州のウィチタ族集落の外に宿営しているバッファローハンプを含む約500名のコマンチ族インディアンを発見した。ロスとその部隊でコマンチ族の馬をうまく逃がして選手たちを不利な状況にした後でロスと他の3名が逃亡者の一団を追った。逃亡者は女と子供たちであり、ロスは 白人のように見える一人の子供を捕まえておくよう、部隊の一人に命じた。戦闘に加わるために戻ると、25名のコマンチ族戦士に遭遇した。それに続く戦闘で、ロス敗下の2名が戦死し、ロスも肩に焼き図を、胸に58後継団を受けた。その攻撃者はロスが、子供時代から知っていた、コマンチ族の勇敢な戦士モヒーだったが、 倒れたロスに、皮むきナイフを持って近づいている時に、騎兵の一人に殺された。戦闘が5時間続いた後で、アメリカ騎兵隊が、コマンチ族の抵抗を制圧した。バッファローハンプは逃亡したが、70名のコマンチ族戦士が殺された。ロスの傷は重く、動かせないために5日間戦場の木の下に寝かされていた。その傷は感染しており、 ロスはそれ以上痛みが続かないように殺してくれるよう、他の者に頼んだ。ロスが動けるようになると、はじめは二頭のロバの間に吊るされた担架に、次には、部隊兵の肩で運ばれた。その後ロスは回復したが、後年の大半も、いくらか、痛みを感じることがあった。バンドーンは、その報告書の中で、ロスのことを、大いに称賛した。 ダラス・ヘラルド・紙が10月10日にその報告書を掲載し、他の州内新聞もロスの勇敢さを称賛した。ウィンフィールド、スコット将軍がロスの果たした役割を知り、陸軍にすぐに入隊するよう提案した。ロスは学業を終えることを絶望しており、スコットの提案を断ってアラバマ州の大学に戻った。ロスは1859年に文学志望を得て、 ウェズリアン大学を卒業し、テキサスに戻った。テキサスでは、先の戦闘中に救い出した白人少女の家族を誰も見つけられなかったことが分かった。ロスはその子供を養子にし、新しいフィアンセであるリジー・ティンズリーにちなんでリジー・ロスと名付けた。1860年初期、ロスは白人にとっての無法者である悪いインディアンと戦うために結成された。 J.M. スミス大尉率いるテキサス・レンジャーズのウェイコ中隊に入隊した。スミスはロスを中隊の将尉に任命した。スミスが昇進した時、中隊の他の兵士たちは幾度にロスを新しい大尉に進めた。テキサス・レンジャーズの他のいくつかの中隊と共同で、ロスはキカプー族インディアンに殺害されたに家族の報復を行うためにその部隊を率いた。 キカプー族は、レンジャーズの接近に気づいて、草原に火を放った。レンジャーズは大規模な伸びに直面してその任務を諦めるしかなかった。スミスは1860年9月初旬に、ロスの中隊を解体した。その1週間以内に、テキサス州知事サム・ヒューストンが、ベルクナップ近くの入植地を、インディアンの攻撃から守るために、 ロスが60名の騎馬志願兵の中隊を立ち上げることを認めた。ロスとその中隊は1860年10月17日にベルクナップ砦に到着したが、彼らが守ることになっていた住民がロスにその任務をやめて、返京を立ち去るよう求める決議を成立させていた。住民は保留地のインディアンが襲撃を行ったと誤って信じており、 保留地のインディアンとロスの友好関係がロスの友好さを損なうことを恐れていた。10月下旬から11月、コマンチ族のノコナバンドのペタのコナたち、コマンチ族選手が彼らの領土に入り込んだ入植者に対して多くの襲撃を行い、甚だしい時は妊婦を残酷に殺した。これらの出来事を聞いたヒューストンはロスを援助するために25名ほどの中隊を派遣した。 住民の民警団がピース川沿いの野営地に襲撃者がいることを突き止めていた。その集落には少なくとも500名の戦士と多くの女子どもがいたので民警団は志願兵を集めるために入植地に戻った。ロスはキャンプ・クーパーにいるアメリカ陸軍に救援を求め21名の兵士が派遣された。 12月11日にその兵士たちが到着した直後に、ロスト39名のレンジャーズが、コマンチ族の野営に向けて出発した。12月13日、彼らは民警団の面々に出会い、部隊は69名になった。数日間移動した後、進行速度が速いことと資料をあまり手に入れられなかったことで、民警団は停止してその馬を休めるしかなかった。レンジャーズと、 兵士たちは、行軍を続行した。彼らが、集落に近づくと、ロスが自ら前方を偵察した。砂嵐に紛れて、TP の八重から180メートルまで近づき、コマンチ族が移動の準備をしている兆候を見ることが、できた。長い皇帝でその馬が疲れていることを認識した。ロスは、民警団が合流するのを待たずに、即座に攻撃することを決めた。 ロスは尾根を駆け下りるレンジャーズを引き、兵士たちは回り込んでコマンチ族の退路の遮断に動いた。ノコナバンドの男たちはほとんどがちょうどバッファロー狩りに出かけており、女たちは冬の備えの干し肉を作っていた。ロスの指揮する奇襲によって女子供を中心としたコマンチ族の多くが虐殺され、多数が捕虜にされた。激しい虐殺の後で、 コマンチ族は戦況不利と見て逃亡した。ロスとその大使の何人かが命令を与えていた、州長とそれに続く名を知らない騎手を追った。レンジャーズが接近するとその騎手は歩みを緩め、頭上に一人の子供をかざした。部隊兵は銃で撃たずに取り囲んでその騎手を停止させた。ロスは州長の追跡を続け、最後はサンド州長を撃った。その州長は、 馬から落ちた後の幸福を拒んだ。ロス隊の厨房長であるアントン・マルティネスは、メキシコでの粉バンドがその家族を殺した後で捕虜になっていたことがあり、その捕まえた州長がの粉の戦士であると分かった。ロスの許可を得たマルティネスはそのの粉バンドの男を撃って、その命を奪った。これが、この戦闘で戦死した、唯一のコマンチ族男性だった。 コマンチ族の13人の女性が殺された。ロス隊には死傷者がいなかった。ロスが奪い返したシンシアンパーカーとその娘、1861年撮影民警団は、この女ばかりを虐殺した戦闘が終わった時に、戦場に到着した。彼らは当初ロスの戦勝を祝ったが、その中には後に、ロスが民警団なしに先を急ぎ、 戦闘の栄光と戦利品を分け合わなかったとこぼすものがいた。ロスたちは州長が命令を与えていたと思っているが、インディアンの社会には誰かに命令するような立場は存在しない。また、州長は調停者であって戦闘指導者でも指揮官でもない。ロスが衆長だと考えているのは戦士のことである。ロスが宿営地に戻ると捕まえた女性が、 白人の顔をし、青い瞳をしていることに気づいた。この女性は英語を話せず、自分の名前もどこから来たかも知らなかった。いろいろ尋ねていると、彼女が子供の時に捕まった詳細を思い出した。その詳細はロスが知っていた1836年のパーカートリでの虐殺に一致していたので、その女性をキャンプクーパーに送り、叔父のアイザック・パーカー大佐に、 彼女を識別するよう要求した。パーカーは、その誘拐された名が、シンシアン・パーカーという名前だったと言ったとき、その女性は胸を叩いて、私、シンシアンと言った。シンシアンは、夫や子供たちのいる、コマンチ族の元に帰りたがったが許されず、ロスに救出されたことで幸福とは言えなかった。娘を病で失い、コマンチ族の下へも帰れないと知ったアンは後に、 自殺している。テキサスでは、このピース側の戦いで、ロスの名声が確固たるものになった。コマンチ族式の攻撃的な戦術を取り入れた、この奇襲は、インディアンに対する、これまでの生半可な攻撃を終わらせた。しかし、ロスの死後、ノコナバンドの大戦士、クアラは、その父が戦闘の時にはおらず、その三与党後に死んだと主張した。 クアナはマルティネスが撃った男はの粉の、つシンんシア,アンパーカーの個人的重木だった、メキシコ人捕虜だったと同定した。白人たちは、のこなバンドとの粉という戦士を混同しているのである。ロスは、ピース川地域を離れる時に、高い草の中に一人で隠れている9歳の、インディアン少年を見つけた。ロスはその少年を拉致し、ピースと名付けた。 ピースは後に部族に戻る選択を与えられたが、常に、それを拒み、ロスに育てられた。ロスが家に戻ると、ヒューストンがロスにその中隊を解体し、新しく83名の中隊を組織するよう求め、命令書を間もなく送ると約束した。ロスが、この編成を監督している間に、ヒューストンは、テキサスレンジャーズ全体を指揮する新しい副官として、 ウィリアム C ・ダルリンプル大尉を指名した。ダルリンプルは、ヒューストンの高等の命令を知らず、ロスがその中退を解体したことを非難した。ロスは、中退編成を完了してウェーコに戻り、その任務を辞任した。1861年2月の日付がある、その辞任申請書では、ヒューストンにロスが、ダルリンプルに会ったこと、もし大意が、 一時一人に使えるのでなければ、レンジャーズの中退は実行あるものにならないと考えると記した。ヒューストンはロスを大佐の位で副官に指名すると申し出たが、ロスは断った。1861年初期、テキサス州がアメリカ合衆国からの脱退を決め、アメリカ連合国に加盟した後で、ロスの兄弟であるピーターがテキサスレンジャーズを辞め、ウェーコに戻って、 従軍のための一個中隊を立ち上げた。ロスは一兵卒として兄弟の中隊に入隊した。1861年5月15日、エドワード・クラーク知事がロスに即座にインディアン準州に行って保留地のインディアンと交渉するよう求めた。クラークは、ロスが文明化後部族と条約を結び、北軍に協力しないよう約束させることを期待した。 ロスは5月28日に、リジーティンズリーと結婚式を挙げた1週間後に、インディアン準州に向けて出発した。ロスが和下の政府機関に到着すると、すでに連合国の代理人が、インディアン部族を予備条約を結んでいたので、ロスは家に戻った。ロスはその妻や両親を残し、8月半ばに、ミズーリ州に向けて出発した。9月7日、その集団は、 ストーンの連隊、後に、第6テキサス規兵隊と呼ばれるものの G 中隊となった。部隊兵はロスを連隊の少佐に選んだ。1861年11月に2度、ロスがテキサスレンジャーズで共に仕えたことのあるベンジャミン・マカロック将軍に選ばれて、ミズーリ州スプリングフィールド近くに偵察隊を率いた。どちらの場合も、ロスは巧みに、 北軍前線の背後に回り込み、情報を集め、捕まる前に退却した。その任務を得た後、ロスは60日間の休暇を許され、妻に会うために家に戻った。1862年初期、ロスは任務に戻った。2月下旬までにロスと他の500名の隊員が、北軍を襲撃するよう任務を与えられた。ロスはその集団を率いて、 北軍前線後方70マイルまで入り、情報を集め、数量の補給物資を積んだ荷車を破壊し、60頭の馬とロバを捕まえ、11名を捕虜にした。翌月、ロスがウィチタの集落での戦闘で使えていた、R ・バンドーンがこの時は少々になっており、ロスの連隊はバンドーン軍に付設された。バンドーン軍の下で、その部隊は、 ピー・リッチの戦いで敗北を味わった。ロスは、バンドーンが長い距離を行軍させ、あまり食料を与えず、攻撃作戦の適切な協調を図らなかったことで、敗北の原因は、バンドーン一人にあると言って避難した。4月、部隊は、アーカンソー州、デス・アークに派遣された。馬の資料が乏しかったために、ロスの騎兵隊は馬を降り、テキサスに馬を戻すよう命じられた。 徒歩となった、この部隊は、テネシー州、メンフィス・メンフィスに派遣され、シャイローの戦いから2週間後に到着した。ロスは、間もなくひどい風邪をひき、長引く発熱にも悩まされて8週間も伏せていた。やっと治ったと考えた時は、体重がわずか125ポンドまで減っていた。第6連隊の隊員は、ロスが抗議したにもかかわらず1862年に、 ロスを大佐に選任した。ロスはその地位の責任を望まず、その職を求める友人を当惑させたくはなかった。旅団長のチャールズ W ・ファイファーはしばしば不在であり、その時はロスに後を任せた。ロスの行動は他の士官たちに印象を与え、1862年の夏に数度、順調昇進の候補に上がった。この時は昇進しなかったが、 その部隊はこの地域で八内市十個ある、騎兵隊で唯一馬のない部隊であり、その馬を返してもらう約束を取り付けた。馬が戻ってくる前に、ロスとその部隊は、第二次コリンスの戦いに参戦した。ロスの指揮下のテキサス部隊は、ロビネット砲台で二度敵の大砲を捕獲した。彼らはその度に援軍が到着しなかったので、その陣地からの撤退を強いられた。 戦闘中に馬を得たロスは馬に振り落とされて、兵士たちに死んだものと信じ込ませた。実際には無傷だった。南軍はこの戦場からの撤退を強いられ、ハッチーズ橋ではさらに多くの北軍に直面することになった。ロスは700名のライフル銃兵を率いて、北軍と戦った。3時間の間、7000名の北軍に対して持ちこたえ、 敵の3度の大きな猛襲を跳ね返した。この戦闘後間もなく、第6期兵隊の馬が到着し、連隊は、ウィリアム・エイチ、レッド・ジャクソン大佐の騎兵旅団につけられた。ロスは1862年11月に数週間の休暇を許されて、妻のところに戻り、連隊には1863年1月半ばに復帰した。数ヶ月後ロスの部隊は、 トンプソン駅の戦いに参戦した。7月、スティーブン・ディーリー少将が、R.A. ピンソン大佐の第一ミシシッピ騎兵隊と、共に、第6テキサスキ兵隊と合流させ、ロスを指揮官として、新しい旅団を作った。これと同じ頃、ロスは、最初の子供がおそらくは未熟児で死亡したという知らせを受けた。ロスは1863年9月に、 再び病気になった。9月27日から1864年3月まで3日、熱マラリアの症状である3日おきに熱と等患が繰り返した。ロスはその病気にもかかわらず、1日も任務を怠らず、1864年初期に順症に昇進して、南軍では9番目に若い将軍になった。その昇進後、部隊の士気が改善され、 部隊兵の誰もが徴兵期間を更新した。1864年3月、ロスの旅団はミシシッピ州やずるしで初めて黒人部隊と戦った。激しい戦闘の後で南軍が勝利した。その後の降伏交渉で北軍の主官がテキサス部隊は捕まえた黒人兵を殺害したと非難した。ロスは部下の二人が 北軍兵に降伏した後に殺されたようだと主張した。5月からはその旅団が112日間連続で小競り合いがあり、敵との86回の異なる衝突があった。これらの戦闘の大半は小規模であり、この期間の終わりまでに、旅団は負傷と脱走で戦力が25%、減じた。ロスは7月遅くブラウンズミルの戦いで捕虜になったが、すぐに、 南軍騎兵の反撃でうまく救出された。ロスの部隊が参加した最後の主要方面作戦は1864年11月及び12月のフランクリン・マッシュビル方面作戦だった。ロスの部隊は南軍によるテネシー州進行を先導した。11月初めから12月28日までに550名を捕虜にし数百頭の馬を捕まえ、 冬の寒さに耐えるための上着や毛布を十分に手に入れた。ロス隊からは12名が戦死、70名が負傷、5名が捕虜になっただけだった。ロスが1865年3月13日に90日の鹿が始まる時までに敵との135回の戦闘に参加し、乗っていた馬が撃たれたのは5回あったが、ロス自身は重傷を免れた。 その休暇が認められると、ロスは2年間会っていなかった。テキサスの妻の元に急いだ。ロスが家にいる間に、南軍は、降伏を始めた。1865年5月14日に、ミシシッピ州ジャクソンでその連隊が降伏した時は、連隊に戻っていなかった。降伏の時に不在だったので逮捕を免れるかり、釈放状も得ていなかった。ロスは、 大佐以上の南軍主館として、1865年5月29日に、アンドリュー・ジョンソン大統領が発した、恩謝令からも外れていた。ロスは逮捕と資産の没収を防ぐために、アメリカ合衆国に対する反逆罪の特殊を申請しなければならなかった。8月4日にはその恩謝を申請した。ジョンソンは10月22日に、個人的に、 ロスの申請を認めたが、公式の恩赦は1867年7月まで受け取れなかった。南北戦争が終わった時にロスは、ちょうど26歳だった。ロスは、ウェイコの西、サウスボスク川沿いの農地160エーカーと町の中に5.41エーカーの土地を所有していた。ロスとその妻は初めて自分たちの家を建てることができた。 その後17年間に8人の子供が生まれて、その家族を増やしていった。ロスは、南軍将軍のための連邦御社を受けたにも、かかわらず、1867年3月2日の、最初のレコンストラクション法によって選挙権と、売償人になる権利を剥奪された。この法は3週間後に成立した、レコンストラクション補助法とともに、 アメリカ連合国を支持する前に連邦あるいは州の役職を務めていた者すべてから権利を剥奪した。ロスはテキサスレンジャーズに勤めていたので選挙権を剥奪された。レコンストラクションはロスの資産には害を与えず勤勉に働いたことで間もなく資産家になった。戦争が終わったすぐ後に両親から 町の中の土地20エーカーを1500ドルで購入した。1869年5月までに追加農地40エーカーを400ドルで購入し、翌年には妻が父の領地から186エーカーを相続した。ロスは土地購入を続け、1875年暮れまでに1000エーカー以上の農地を所有していた。農業以外にロスと兄弟のビーターで単角牛を育てた。 二人はニューオーリンズまで数回牛の群れを追っていったことがあった。共同の農業と牧場でロスは十分な資産を得て、ウェイコ市内に家を建て、子供たちは私立学校に通わせた。1873年までにテキサス州のレコンストラクションは終わりとなった。その12月にロスは選挙運動やその他の勧誘もなしにマクレ南軍の保安官に当選した。 ロスはすぐに兄弟のピーターを副官に任命し、2年間に700人以上の無法者を逮捕した。1874年、ロスはテキサス州の保安官連合の設立に貢献した。様々な州内新聞がこの出来事を報じ、テキサス州65軍の保安官が1874年8月に公司かなに集まった。ロスは、 協議会の決議案を起草する参議院委員会の一人になった。彼らは特別な状況下では、保安官に大きな報酬を要求し、暴徒法の精神を非難し、また手法を修正して、犯罪者に法の命令に従う、要強制する、必要があるならば、逮捕する役人が武力を用いても良いようにする、提案を行った。ロスは1875年に、 保安官を辞任し、間もなく1875年、テキサス州憲法制定会議の大議員に選ばれた。会議の議長に選ばれていた e b ピケットに使えることになった3人の委員の一人となったロスはすぐに会議に必要とされる役員とコインを決める委員会にも指名された。ロスは歳入及び課税、返京事情特別委員会。 教育特別委員会及び立法府常任委員会など他の多くの委員会にも属した。会議の開催された68日間のうち、ロスは63日間に出席して343回の投票を行い、投票できないことや危険したことは66回に過ぎなかった。会議が終了するとロスは家に戻り、次の4年間はその農業に注力した。 1880年、ロスはテキサス州第22選挙区からテキサス州議会の偶然の候補者になった。候補者指名の協議会が2人の候補者の間で争われ、どちらも3分の2以上の多数を獲得できなかったので暗証に乗り上げていた。妥協案として候補者の一人がその集団はロスを指名すると提案した。 誰もロスに出馬を望むかを尋ねたわけではなかったが、大議員たちはロスを候補者に選出した。ロスはトラブルを収めるためと会議費用をかさませないために立候補に同意した。ロスは圧倒的多数で当選した。シュートオースティンに着いたすぐ後に一番下の息子が死んだ。ロスは一週間家に戻って葬儀に出席し、 やはり重病だった他の息子の面倒を見た。オースティンに戻ったロスは、教育問題、内陸改良、財政、集計無所、軍事問題、修正、臨時費、家畜と畜産、農業問題及び、登録法案の各委員会に席を置いた。ロスは、クレナン軍の市民500人に代わって、 次の州全体の住民投票で禁止法修正案をかけることを要求する請願を行った。テキサス州議会はこの案を次の州全体の住民投票にかけることに同意した。テキサス州議会は2年間に一度開催されるのが通常だったが、1881年に州会議事堂が焼け、1882年4月の特別会期に呼び出された。 この会期では、新しい集会議事堂の建設に合意された。特別会期の終わり近く、上院が選挙区再配分案を可決し、このことで、ロスの任期は4年間から2年間に短縮された。ロスは、再出馬を辞退した。1884年早くに、ビクトリアの新聞編集員ビクター、エムローズなどロスの友人たちがロスに、 テキサス州知事選に出馬するよう働きかけた。ロスはこれを辞退し、友人のジョージ・クラークには1884年民主党、テキサス州大会に出席して、ロスが知事候補に指名されないようにすることを依頼した。クラークは大議員たちに他のものを指名する、要説得するために、ロスの承諾書を作る必要があった。 ロスは1885年遅くに気が変わり、1886年2月25日に知事選に出馬すると宣言した。その選挙運動の間、グリーンバック党、共和党及びナイトに迎合していると様々に非難された。ロスは旅行費用以外その選挙戦に金を使わなかったが、それでも楽々と民主党の候補指名を得た。 知事選挙ではロスが228,776票、共和党候補は65,236票、禁止党候補は19,186票という結果になり、ロスが当選した。ロスの支持者の大半は、南軍の古参兵だった。ロスは、第19代テキサス州知事になった。その就任記念舞踏会は新設なった、ドリスキルホテルで開かれ、 これがその後の知事も継承する伝統になった。ロスも作成に貢献した1876年、テキサス州憲法では、知事が総司令官となり、協議会を召集し、法律を執行させるものとなり、他の州との交易を支持し、御社を認め、また、法案に拒否権を発動する権限が認められていた。ロスが注力したのは、土地利用の改善だった。 辺境問題の大半は、公有地の利用に関する不一致から来ているものであり、特に農夫と牧場主の間で、水利権や牧草地の問題に関することがあった。ロスが、衆議会に提案したのは、土地利用局理事の権限を回復させる、法案を通すことであり、衆の土地を違法に使用した者には罰を与え、現存の公有地の目録を作らせるものだった。ロスは、 新しいテキサス集会議事堂の落成式を主催した1888年5月、ロスは新しいテキサス集会議事堂の落成式を主催した。その年の後半で、知事2期目について比較的反対もなく出馬した。その綱領には、国有銀行制度の廃止、独占の規制、関税の低減及び、鉄道の競争による自己規制を認めることが含まれた。 民主党の指名大会では、ロスの指名に反対するものはなく、共和党は、ロスの業績に満足していたので候補者を選ばなかった。唯一の対立候補は、銀主党の候補者であり、これを15万千票秒以上の大差で破った。真のジェファーソン流民主主義者としてのロスは2期目の、就任演説で、その設立者に教えられた知恵の最も高貴で、真実な表出として、 平明で単純な政府、委託権限を厳しく制限し、正直でつましい管理を主張した。ロスは、その2期目に、フォートベンド軍でのジェイバード・ウッドペッカー戦争に干渉せざるを得なかった。保安官のジム・ガーベイが、白人至上主義民主党員と政治力を持つようになった黒人の間の武装闘争があることを恐れた。ガーベイの要請に応じたロスは、 民兵二個中隊を派遣して4ヶ月間の休戦を課すことができた。1889年8月、不穏な状態を沈めるために、アイラ・エイトン軍曹を含む4人のテキサス・レンジャーズを派遣した。暴力殺多が起こり、住民4人が死亡し、レンジャーズを含む6人が負傷した。エイトンは、電報で、ロスに救援を要請した。翌朝、 ヒューストンライトガードが到着し戒厳令を敷いた。その夜ロスが、検事総長補や他の民兵中隊と共に到着した。ロスは、地元の役人すべてを解雇し、両派の代表を招集した。ロスの提案で、両派は銃撃戦で死亡していた、ガーベイの代わりに、お互いに需要可能な保安官を選ぶことに同意した。彼らが候補者に同意できなかった時、ロスは、 エートンを提案した。両派が最終的合意に達し、これで紛争が終わった。1890年3月、アメリカ合衆国司法長官が合衆国最高裁判所にテキサス州を被告人として論争があったグリア軍の150万エーカーの所有権を決める訴訟を起こした。ロスは個人的に司法長官に会うことにして妻と共に ワシントン DC に旅し、ホワイトハウスでベンジャミン・ハリソン大統領と会見した。続いて、ニューヨーク州に向かい、元大統領のグロバー・クリーブランドとも会見した。ニューヨークにいる間に、ロスは、ジャーナリストの間の評判がすこぶる良かった。いくつかの北東部大新聞のインタビューを受け、それらの新聞は、辺境でのロスの多くの業績詳細を書き立てた。 この旅行と結果として、ロスが多く露出したことは、東部人の間のテキサスに対する興味をかき立て、結果的に通し、観光及び移民の増加という成果につながる興味となった。テキサス州知事は2期という習慣があり、ロスは3期目を求めずに1891年1月20日に、その職を離れた。知事職にあった4年間で、 拒否権を使ったのはわずか10回、恩赦を与えたのは861人だった。他のテキサス州知事に比べるとこれは少ない数字であり、ミリアム・ウェーファーガソン知事はわずか2年間で1161人に恩赦を与えた。ロスは知事職にある間に、より公平な資産評価を要求する税法改革を提案した。当時の人々はほとんど見過ごしなく、 所有物の評価を認められていた。議会は、ロスの提案を可決し、また、教育予算をより強く統制する計画と、公共教育を支援する、地方税を求める計画を承認した。また、反トラスト法の執行を議会に働きかけた。これらは、連邦政府が、シャーマン反トラスト法を成立させる1年前の1889年3月30日に、 成立した。これらの改革法案でテキサス州に恩恵を呼び、ロスは州庫余剰金を扱う特別会期を招集したことでは唯一のテキサス州知事となった。その任期中に議会は禁止法に関わる州憲法修正を住民投票にかけることに同意した。ロスはいかなる政府もその課題に関わる 道徳的信念を力で変えられた例はないと言って、この法案に激しく反対した。この修正案は9万秒以上の差で否決された。ロスが知事に就任したとき、テキサス州には、わずか4件の事前施設しかなかった。2カ所の精神病院、盲人のための施設及び老和者のための施設だった。ロスが知事を辞めるときまでに、州個人、老和者及び、 盲人の黒人児童のための修士説、精神病院の司書各一箇所の開設を監督した。また議会を説得して、未成年犯罪者のための農事少年院を作るために、ゲーツビル近くに696ーカ館ーを取っておかせた。ロスは1月の第3金曜日をアーバーデーとすることを宣伝して、学校の児童たちが木を植えることとし、 市民運動のための日を制定した初めての知事になった。ロスはまた、議会が、歴代テキサス州知事の肖像画を集めた、ハドル肖像ギャラリーを購入するときに、これを支援した。これら肖像画は、テキサス州会議事堂の露ンダに今でも掲げられている。ロスは、南北戦争に参加した最後の知事であり、州は、 その退役兵の面倒を適切に見るべきだと強く考えていた。その初めの任期の間にテキサス州では最初の南軍ホームがオースティンに開設された。2年間の間に部屋が足りなくなったのでロスはより大きな施設に移す予算委員会の委員長を務めた。1890年8月までにホームには十分な金が集まり大きな施設に移った。 テキサス農業工業大学には1880年代後半までに管理のまずさ、学生の不満、教授陣の不満、教官の派閥化、規律の問題及びキャンパスの修分といった悪い噂が溢れた。大衆は科学的農業という概念について会議的であり、議会は大学の管理にほとんど自信がなかったので、キャンパスの改善に予算を当てることを渋った。 理事会はテキサス AMC と呼ばれる大学が教員会議長ではなく独立した管理者の長によって運営される必要性があることを決定した。1890年7月1日、理事会はこの新しい職務を現職知事に提案することに全会一致で合意し、ロスにその職を即座に辞めることを求めた。ロスはその提案と 知事の三期目に出馬しないと宣言した後で受けた、いくつかの提案等を検討することに合意した。匿名の人がロスは、テキサスウェイ MC の学長を引き受けるよう、求められているといくつかの新聞に伝え、新聞のそれぞれがロスはその役目に完璧に見合う、ものだと論評した。この大学は、軍事と農業の知識を教えるために設立されており、ロスは、 軍隊と農夫としての優秀さを示していた。その知事としての仕事ぶりは管理技術に磨きをかけており、常に教育に関する関心を表明していた。ロスは利益の対立と思われることについて心配したが、彼を選出した理事会の多くを指名していたので、その役職を引き受けると宣伝した。ロスが引き受けたという知らせが週内に広まり、将来を期待される学生が、 テキサス AMC に群がり集まった。南北戦争の間にロースが監督した兵士の多くが、その息子たちに元指揮官の下で学ばせたいと考え、1890年から1891年に、かけての教育年の初めには500人の学生が入学しようとし、 大学の施設は250人の学徒のために設計されたものだったが326人が入学を認められた。ロスは2月2日に正式に学長を引き受けた。ロスが就任した時にキャンパスには水道がなく住居が不足し不満を抱いた教官が教え学生の多くは勝手気ままに振る舞っていた。理事会はロスを大学の財務官に指名し、 ロスは、その任務を誠実に実行した者の,のために2万ドルの個人債を設定した。教育年の間の休暇に、ロスは、多くの変革を始めた。学生たちが1891年から1892年の教育年に戻ってきたとき、41室3階建ての、両、新しい学長宿舎の建設開始。 および機械と鍛冶屋を収容する新しい建物を発見した。入学者の最低年齢は16歳から15歳に引き下げられ、ロス自らが将来有望な学生を面接して、入学を認めるべきかを決定することになった。手数料および経費は学期あたり10ドル引き上げられ、卒業に必要な時間数が増加され、英文法、科学、数学を呼び、 歴史の授業時間が増やされた。さらにロスは、士官候補生の士官を指名し、訓練の最もよくできた中隊の名前を、それまでのスコットボランティアから、ロスボランティアに変えることとした。最後にロスは仕事に対する公式な禁止を制度化し、それを行ったと分かった学生は、退学にすると明言した。ロスは、 新しい役職を楽しむと表明していたが、何人かに宛てた手紙では、大学に監督することが、急速に心を暗くさせるとしていた。入学者は増え続け、ロスの人気の終わりまでに、学生の両親には息子たちを学校に送る前に、両親がまず、ロスと対話をすることを要請した。学生数の増加は設備の改良を必要するようになり、 1891年遅くから1898年9月にかけて大学は改良や新しい建物に9万7千ドル以上を使った。これには一度に500人が会食できる集会所、キャンパスで初めて屋内トイレを入れた診療所、掘り抜きの井戸、水泳プール、4棟の共感宿舎、発電設備、氷製造所、洗濯場、冷蔵所、 食肉処理場、体育館、倉庫及び、大砲倉庫があった。施設に金をかけたにもかかわらず、大学の資金は1893年と1894年に、余剰金が出た。1894年の財務報告書は、余剰金をロスの指導力によるものとし、ロスはその金を授業料低減という形で学生に、戻すことを受けあった。ロスは、 学生がいつでも自分に会えるようにし、可能な限り大学の活動に出席した。彼の周りに集まる者は、避難するのはゆるりだが褒めるのは、準備がある。学生たちはロスが汚い言葉を使ったことを聞いた。覚えがなく、怒っているように見えたことも思い出せないと見ていた。毎月ロスは、学生一人、数との成績表を準備し、 成績の悪い学生をしばしば事務室に呼び出して困難に感じているところを議論した。その指導力の下で大学の軍事的側面が強調された。しかし、教室から教室への更新など不必要と考える多くの習慣を排除し、衛兵の時間や学生たちが実行できると期待できる訓練の多くを減らした。入学者は常に男性に限られていたが、 ロスは驚愕に賛成であり、男性の士官候補生は、良き少女の高める、影響力で改善されると考えていた。1893年、A&M 教授の娘であるエッセル・ハドソンが、大学の授業に出た、最初の女性となり、年俸の編集にも協力した。彼女は1895年の名誉学生となった。数年後、 彼女の双子の姉妹が1903年の名誉学生となり、徐々に他の教授の娘たちも授業への出席を許されるようになった。ロスが学長を務めた7年半の間に、テキサス A&M に伝わる多くの伝統が形成された。これには、最初のアギーユビアとアギーバンドの結成があった。ロスの人気中には、大学では初めて大学対抗フットボールの試合が、 テキサス大学を相手に行われた。この期間に、ファットマンズクラブ、ボーレッグドメンズクラブ、グリークラブ、バイシクルクラブ、およびカレッジドラマティッククラブなど多くの学生組織が設立された。1893年、学生たちは、月刊新聞、ザ・バタリオンの発行を始め、2年後には、ザ・オリオという年間の発行を始めた。ロスは、 退役兵の組織での活動を続け、1893年には、アメリカ連合国退役兵会テキサス師団の初代指揮官となった。アメリカ連合国退役兵会の組織全体の議長にも数回選ばれ一期は総司令官を務めた。この間に、南軍の娘たち支部もブライアンに設立され、LS ロス支部と名付けられた。1894年、ロスは、 テキサス鉄道委員会の委員に指名された。ロスが学長職を辞めて指名を受けるか試案している間にテキサス A&M に泊まることをこう手紙や請願が殺到した。ロスは指名を断り学長職に泊まった。ロスは常に熱心なカリであり、1897年のクリスマス休暇に息子のネビルや 幾人かの家族の友人と共にナバソタ川への修猟の旅に行った。修猟中に激しい消化不良と厳しい予感を起こし、他の物が狩りを続ける間に早く家に戻ることにした。12月30日にカレッジステーションに到着し医者にかかった。数日間痛みが取れないままに、1898年1月3日の夜にロスは死んだ。 58歳と3ヶ月だった。死亡診断書は残っていないが、状況から、感情動脈心臓麻痺が死因となった可能性を示唆している、テキサス A&M の全学生が、ウェイコに戻るロスの遺体に付き添い、南軍の退役兵が、灰色の制服で、偽上兵となった。オークウッド墓地に埋葬される時は、数千人が見守った。さらに、ロスを記念するために、 テキサス A&M の学生が最初の銀のラッパ儀式を行い、これはテキサス A&M の社会に属する者が死んだ時の伝統となって続いている。ロスが死んだ翌朝、ダラスモーニングニュース紙はロスの伝記を引用して次の論説を載せた。サルロスほどテキサス州に偉大な貢献を果たした者はそうそういなかった。彼の人生を通じて、 公共の福祉に密接に関わり、彼に課せられた任務を勤勉、能力、正直及び愛国心で成し遂げてきた。彼は、戦場では、輝かしい指揮官ではなく、政治の分野では熟練したものでもなかったが、そのどちらよりも良かったのは、彼が彼を評価する、どのような見地からも平行感覚があり、調和の取れた男だったということである。公衆との関わりにおいては、 信頼できる常識、気高い愛国心、不屈の正直さとさらには高められた性格を示したので、いかなる時も民衆の信頼だけでなく、感情をも支配した。彼は、騎兵として、長く称えられる名前を残し、任務への献身と非の打ち所のない高潔さは我々、文明の模範となるものであり、大衆に有益であり、 名誉を得たいと考えるテキサス州のすべての若者に刺激となるべき例である。ロスの銅像の足元に置かれたコインロスの死後数週間以内にテキサス AMC の元市官候補生たちが記念碑を作る資金を集め始めた。1917年、州が記念碑のために1万ドルを拠出し、2年後にポムペオ、コッピーニが制作した。 高さ10フィートのロスの銅像が、テキサス AMC のキャンパス中央で除幕された。近年、学生たちは試験の前に幸運を祈って、ロスの足元に、小学効果を置く伝統が始まった。テキサス悪目に伝わる伝説では、ロスがしばしば学生を教えることがあり、その報酬に心ばかりの一銭とどうかの実を、受け取ったと言われている。 アカデミック広場にあるロスの彫像は試験の時に貨幣で埋まることになる。議会は彫像に金を拠出するのと同時にサルロス市販学校、現在のサルロス州立大学をアルパインに設立した。この大学は1920年6月に開設された。ありがとうございます。